皆さんこんにちは、レンゲのはちみつです。今日はナス煮を作っていきたいと思います。洗ったナスを切ってください。油を敷いた鍋で炒めていきます。ナスを入れたと同時ぐらいで、だし醤油も一緒に入れていきます。中火でそのまま放っておいて、大丈夫です。蓋をして5、6分程度で火が入ったら完成です。